上3割。変化球をレフト方へ、高かった、しかしそこまで伸びありません。追いついた鈴木翔平。本田圭佑、チェンジアップで空振り三振。進化系かもしれませんが、いやでも、今の油断したらダメですけど、ね、はい、もう一球落としました。ナイスピッチング。もう一気にヒッティングにいったがピッチャーゴロ、正面だ、あと二塁無理です。エンドランでしょうか、上ランナーをスタートに落としました。空振り三振です。左右からいまた落差のある変化球、落とした、空振り三振。スポーツは本田圭佑。キャッチャーもバックスでした、ね、ファーストボール渡辺健人です。フォークボールで打ち取っていきました。ラストボール、フォークできた、空振り三振。ここは森脇、もう続けてインコース、これが詰まりながら、ただ追いつきました。この先、ここはよく追いついた、出し切ってないですよね。低め空振り三振。今日は3打席連続三振というところで、二の子右中間はピッチャーの前、二塁送球を打ち取れたか、アウト、一塁はセーフです。これちょっとボール先行回でしたが、フォークでなんとか連投で抑えました。詰まった打球です。サードゴロ待って取る、先の初球を突き上げて取りました。高め、空振り三振。最後はまっすぐ高め、佐藤輝明、空振り三振です。最後のボールはいかがですか、松本さん。あの力のあるボール、初球からいってセンター打球、これも似たようなところ、若林が追いついたか、ライトか、あっと若林掴んでいます、スリーアウト。ここも空振り三振。まずワンアウト、先頭の3割を打ち、その点が一番良かったですと話してました。セカンドゴロです。梅野を打ち取ってツーアウト。11カード連続勝ち越しがありません。ライトの打球です。ライトが向ける、下がって下がって、追いついた、フォームへ、スリーアウト、試合終了。最後は増田達が締めくくりました。